教えてマッサン11回目になります。よろしくお願いいたします。今日は9回目、10回目、11回目の3回連続になりますけど、攻撃における集団プレーの基本とはということで、3回連続同じテーマを継続して行っています。張り切って、張り切ってタイトルコールじゃないですけど、入りたいと教えて、マスさん。お願いします。すみません、教えてください、マスさん。はい、攻撃における集団プレーの基本とは、はい、ということで、今日は12個のあるポイント、またここに出るのかな、ポイント。続きです。前回は5から8をやりましたね。予測不可となること、驚かせること。6番アクションの調和。7番選手の能力が可能とするプレーの形の導入。8番早く、そして決められた切り替えということで、集団プレーの基本的な部分を、抑えましたということの続きですね。9番からやっていきましょう。まずは空いたスペースの観察と開発ということで、まあ、ちょっと観察と開発っていう言葉の、まあ、細かい意図もあるかもしれないんですけど、まあ、分かりやすいところですね。空いたスペースのっていうところで、これはどういった感じですか？まあ、同時進行なんですけど、空いたスペースを使いに行くっていうか、まあ、埋めに行くのと、埋めに行くのと同時にスペースを空ける。例えば、空いたスペースを埋めに行ったところにパスが、ボールが入ったらそのスペースを使ったっていうことになると思うし、こっち埋めに行った、こっち開けた、違う人が入ってきたところにパスしたり、まあ、もしくはそのボール持ってる人が空いてるところに運んでったって言ったら、今度こっちのスペースを使ったっていうになると思うんですけど、スペースをいかに、まあ、作り出して、それを仲間がどう使うかっていう話かな。空いたスペースの観察と開発、これ実はあの先々の題ね、何回かでね、このスペースのことが出てきます。また教えてもらおう目次の中に入っているので、これはね、審議体と同じぐらいに結構もうなんかスペースってこれは大事ですね。空いたスペースの、ね、空間、ポジション、エリア、場所っていうんですから、ちょっと日本語でこれもなんか表現しづらいんです。空間になるからね。空間ね、うん、だからその空間 の作り方、使い方っていうところ、ここはもう奥深い、もう多分語ったら気がないぐらい、多分これスペース空間で出てくるから、まあ、まずこの段階ではきっとですね、攻撃における集団プレーっていうのの基本として、こういった空いたスペースっていうのを使っていくんだよぐらいのことを、まずキーワードとして知っておくぐらいでいいんじゃないかなと思います。別に知るなっていう意味じゃないですよ。それはまた実行でやるんで、とりあえずこの段階ではそれぐらい、まあ、そのスペース、空いたスペースっていうのを意識するだけで違うと思います。じゃあ次ですね、数的有利の状況の創造と開発です。これですね、攻めるときに相手守備者より多い人数で攻めましょう、うん、それを探すこと。これはですね、数的優位するっていうことが特にフットボールの中ではすごく重要だと思ってて、うん、変だし1対1の勝負で勝つこだわりって、まあ、それとは別の話で、例えば2対1にしてここでいう数的有利な状況を作って有利にいくってことは、とても駆け引きとしてここまでねやってきた戦術的なことでいうとすごく重要なことだと思うんだけど、なんかその簡単にそうやって戦おうとしないっていうふうに思うんで、なんか横にポンってパス出したら簡単に攻めれるのに一人で行こうとするっていうところをなんか強く思ってたりするんだけど、そこどうなんですか、マスさん的には。数的優位をもっと意識すればいいのに、勝負するしないって話じゃないんですけど、なんかそれをそのまま言ったとしても選手たちに難しい、うん、単純に例えば数的優位作れって言ったとして、じゃあどうやって作ればいいのって話になると思うから、うん、例えば1人抜けば数的優位になるわけだし、1個飛ばしたパスをパーって入れたことで数的優位になる可能性もあるんで、数的有利作れって言うとそういう意味を持っちゃうかもしれないし、数的有利を作る作らないの前に2対1で攻めかかることに対して、そもそもまず1対1でしょっていうような思いが強くあるのを見受けられる場面ってなんないですか？ちっちゃい頃のとこだけなのかな。なんかでもあれですよ、2対1の状況で攻めますで自分でいけるのに
パスの意図が強すぎて、あまあまあそれもね確かにある、の方が多いかな。12歳ぐらいで、まあ、結構あとチームの雰囲気とかにもよると思うんだけど、結構規律的なチームっていうか、こう監督厳しそうなところは逆にね来ないぞって、ドリブルでは来ずにパスを結構狙ってるから、あ、そういう時は多分大体パスやってた、そういうのもある僕の見てる世界がちっちゃいってことですね自分だとなんか逆に簡単に2人でプレーしたらいけるのに、なんか自分の世界の中でプレーして外見えてないっていう状況とかの方があったりするの多いのかなと思うんだけど、まあそもそもねパスを例えば横に1個パスしてもそこに仲間相手がいたら2対2で数的有利にならないんですか。ああ当然その2対11の局面とか、ああ2対1だから2対1の局面なのに結局は1対1をしてるだけっていう状況で勝負に行っちゃうとかそうじゃなくて、数的優位を大事にする、まあ前回言ったその攻撃の基本原理原則に沿って いれば逆に言ったら数的優位をね意識してプレーするっていうのが一つの原理原則だとすれば、そういった今自分はここ2人で攻めれば有利になれるのにっていう場合にご勝負にやろうみたいな方が最優先になってしまってるような場面が多いっていう意味で、だからちょっとごめんなさい語弊があったかもしれません。要は単純にあの2対1とか1対1とかっていうよりも、まあそもそも数的有利の状況を作る活用するってことがなかなか意識されていない、そもそも原理としてあの認識がないから、もう勝つか負けるかみたいな抜けるか抜けないかみたいなそういう風にその発想してるんじゃないかなっていう意味で、うん、それも多分心のバランスっていうか人間性のバランスで、うん、その1対1を意識しすぎてパスが出せなくなったものっていうのは、まあ、2人目っていうものを使えなくなってもダメ、もったいないし、パスばっかり意識して仲間を使おうとして、で結局パス出した先で1対1になっちゃいましたでもダメだし、自分がよく言うのは2対1の状況だったらまずドリブルシュートを意識はするけど、でも相手が縦切ってきたりすればそれはもう横にパスして仲間フリーだからそっちの方がいい、うん、だけどまだ自分がそのシュートを打つっていう意思をちゃんと持つことに対してボール持ってる人、うん、っていうことは伝えたその場合だと、要は一応2対1って分かった上でその選択をしてるってことですね。まあその前にその状況を認知してるんだ、うん、今状況どうなのっていうのは、そういう意味ではその数的優位を作るっていうところがあった上での一人の判断としてってこと、うんうん、ここがね、まあだからこそ書いてあるんでしょうね、さっきのスペースと同じぐらいこの数的優位な状況を作るっていうのはすごく大事なポイントだよっていうのはフットサルとかもよく言われます、まあ、なかなか意識しろって言われてできるもんじゃなかったりはするんで、うん、そこはそれこそトレーニングの必要がまさにあるところですよね。どうやって数的優位を作るかっていうところを、うん、必要です。そもそもこうやって教えてますなんとかね、スペースだの数的優位だの言われて自覚するところからですよね。まずそこからじゃね。じゃあ次ボールの方向を変えること。基本的にはボールを持ってる方で向いてる方向に対して守備者を警戒してくると思うから、その方向を変えることでそっちの側が人がいなくなってる。だけどいつ変えるかっていうのは重要で、結構ドリブルの練習とかしちゃうとあっち向いてこっち向いてあっち向いてってなっちゃうけど。スペインではあのボールを安易に方向変えるっていうのは禁止っていうか、すごく厳しかったと思う。ボールの方向変えるの？体の姿勢じゃない。体の向き。体の向きなの。例えばターンする、例えば右サイド向いてって左サイド向きますっていうことをいつやるのっていう、相手がここにいるのにターンしたら結構苦しい状況になってる。これってあのこの11番のボールの方向を変えることって、うん、個人のところでもよく言われるコントロールオリエンタードもこれのこと。コントロールオリエンターが違うとな、あの攻めるサイドを変えるっていう感覚じゃないか、これは、うん、右向いてます、相手がこっち警戒してる、こっちはあんまり警戒してません、そこに対してどうやってボールを入れていくか、こう方向を変えてそのパスすればそこは人が少ない、驚きを与えれることにもなるっちゃったな、どこにボールを運ぶかじゃなくてどこに視野があるかとか注目があるかとか、そういうような向き方向とかする。あ、注意を、そうですね。注意をこっちに持ってきておいて、うん、であっち使うときに自分のターンもあるんだけど、例えば仲間に渡して仲間が方向を作れてれば逆のサイドに出せるみたいな。そういう意味での集団でどうやってスペースを空けて、うん、ボールの方向、いやまあこれはまあボールだけにも限らず人の向きとかっていうのもあるってことなんですね。そうだ、ボールの方向じゃない。ボールには方向ないですか。
ボールの移動方向とか人の方向ならちょっと理解がいくかもしれないですけど、深いですね。はい、じゃあ最後12番、プレーのリズム、時間のバリエーションというところ、ここはどんな感じですか？プレーのリズムはよく本当にスペインのすごく細かくというか、まあ重要視されていることで、まあ、単純にボールのタッチのリズムを変えてもリズムが変わって相手が予測できないタイミングで触られてっていうこともあるだろうし、それで驚きを与える。時間のバリエーションっていうのは、ごめんなさい、直訳とかしすぎで。そう、マッサンのメソッドは一応スペインのところ本物のね、メソッドをそこを、まあ、プレーのコーチやるときに訳してて、でそれをそのまま理解した中でこうやってお伝えてくれてるんだけど、たまにそのまま直訳してるままで自分でも分かんなくなってると思う。多分だけど、例えば自分がここでボールをもらいたいとして、そこの前に守備者が予測とかして立ってきたとした場合に、ここで時間を作ろうとしました、ただ敵がその時間を潰してきたから次じゃあこっちで時間を作りましょうっていうバリエーション、まあ、要はプレーの中のリズムだけじゃなくて、そのポジションとかその全体のこういったリズムとかに近いようなところで、時間の使い方、ためとかその展開とかそういった部分での、ね、今日3回目で12個こうやってポイント見てきたんですけど、まあ、個人でボールコントロールして心技体じゃないですけど、そのアクションも大変だけど、こう集団でやるってもなかなかね、ここが深い。もう12個ありますけど、じゃあ分かりました、教えてましたんで12個やりましたから明日から頑張りますって、そういう簡単なものじゃないです。これはもう選手に求めるものじゃないかもしれないですね。これは監督が意識してどうやって組織オーガナイズするかっていう、まあけど言葉としてはなんか理解しておいて、自分を見直す視点としては結構ね、しておいてね、大事にはなるんですね、うん、あと実際ゲームを見るときとかにも役に立つから、うんうん、実際言いますかね、継続的なサポートとか、うん、バランスとか調和とは言わないけど、スペースのことも言うし、自分のことしか見れないよりはこうやって集団のことも理解できるようになって、いいとこ悪いところとか直していくところとか、自分の、ね、ストロングポイントとかウィークポイントとか、チームのストロングポイントウィークポイントとかってそうやって見ていく一つの視点にはなりますから、うん、まあ、ぜひこの教えてましたんでね、教えていただいた方はこの12個のポイントでうちのチームであったり、俺たちのこのよし悪しであったり、今日の僕たちみたいなこういうところをね、意識したり磨いたりっていうのもやってみるといいんじゃないかなということで、今日そろそろお時間ということで、今回は、ここまでにしたいと思います。はい、教えてマスターの本日のテーマは攻撃における集団プレーの基本ということで、その3、全12のポイントとなりましたが、これで終わりとなります。今日説明したその集団プレーの基本的な部分に関してなんですけど、まあ、ここは、ですね、チームで行う、まあ、スポーツらしいですね、いろいろな駆け引き、考え方ややり方があるということ、これも原理原則ですね、ということで、ぜひ皆さんもこんな考え方を改めて意識してプレーしてみるといいんじゃないでしょうかということで、はい、今回は教えてますさん以上となります。次回またちょっと今回は違ったテーマでお送りしたいと思います。はい、ということで今回は以上です。次回の教えてますさんでお会いいたしましょう。明日の映画を見ます。